はい、こんにちは、テイガです。僕らね、もうすぐゾディアクトテイルっていうツアーが始まるんですけど、毎回ツアーごとにグッズを出させていただいてて、僕ら音楽ももちろんそうなんですけど、グッズも結構こだわって作らせていただいて、グッズに関しては基本的に僕が考えて作っているんで、それを今日は紹介していけたらと思います。まずはこれからででん、マフラータオルですね。これは多分お値段が2000円で、今回はブルーとネイビーで白の文字を入れてって感じですかね。これは T シャツとデザインが共通な感じで、で文字とこの十二星座のマークというかでも入れてる感じで、ライブで振り回すことになると思います。じゃあ続きまして、T シャツです。これがお値段が4000円になっております。これなんですけど、基本的には僕も普段着たいようなものを作りたいなと思って T シャツとかのデザインを考えることが多いんですけど、今回だとこの十二星座みたいなのがモチーフになっていることが多くて、そうなるとどうしても神話っぽいというか神々しい感じはあんまり出したくなくて、なんかそういうのを可愛く落とし込もうと思って、今回はこういうデザインにさせていただきました。で、表が文字とこの十二星座のマークとかですね、を入れさせてもらって、裏が赤の文字にこの後ろに十二星座のマークというんですか、デザインを入れて、アクト1のファイナル2022年6月12日新宿ブレイズと他のツアーの日程を入れさせていただきました。で、色がね、ブラックのボディに青、この僕が着てるブラックのボディに青と、このホワイトに赤の文字を入れた2色展開となっております。で、これなんですけど、僕が身長175cm で、結構肩幅とかもあってこれぐらい緩く着れる感じなので、女の子が買ってくれることが多いと思うんですけど、ワンピースみたいになって可愛く着れると思います。で、あとこの T シャツなんですけど、白なんですけど、白ってやっぱ透けるじゃないですか。ある程度は白い T シャツの宿命というか、まあ、しょうがない部分はあると思うんですけど、今回の T シャツだと生地の厚さが 6.2 オンスだから 6.3 オンスぐらいあって、割とヘビーウェイトなんで気にならないんじゃないかなと思います。じゃあ次はじゃん、ラバーバンドですね。これもまあツアーごとに毎回出してて、ここまでが割とデザインが共通というか、このちょっとシュッとした感じの文字にこの十二星座のマークとかを入れてって感じですかね。で、形は王冠みたいな感じで、赤に白の文字とこの蓄光にブルーのプリントがされてるやつですね。これもライブの時は割とみんなつけてくれてると思うので、今回はいつもやってないような形にしてみようかなと思って、こんな感じにしてみました。どうでしょう。続きまして、これが今回ね、もう僕の中で一番一押しというかメイン的なグッズだと思っております。ラバーキーホルダーです。これがね、めちゃめちゃ可愛くできて、1年前くらいかな、多分ちょうど去年の周年くらいから、これなんかキャラクターみたいのを作りたいなと思ってて、グッズを考える上で毎回毎回出せるようなものとか、この見た目とかを変えて一個使えるようなキャラクターがあったらずっといいなって思ってて、で去年急いで作って納得できないキャラクターにするよりは時間をかけて気に入ったキャラクターみたいなのができたらいいなっていう話をしてて、で今回やっと満を持して出させていただいたわけなんですけど、クマちゃんですね。これももう結構時間かかりました。最初正面から向いてる絵を描いてもらって、でなんか体が違うなとか、目がもうちょっとぐるぐるでいってる感じにしてほしいとか、この目と口の色がちょっと違うなとか、かなりこだわって作らせていただきました。そのおかげもあってめちゃめちゃ可愛いデザインになってると思います。これはね、くすんだピンクとくすんだ青みたいなの2色展開で、お値段は1000円です。これかなりね、大きさもあるし分厚さもあるんですよ。で、裏側もちゃんとプリントされてて、これはかなりよくできたと思います。これからね、このキャラクターはちょっとまだ名前とかないんですけど、どんどん使っていけたらなと思ってるんですけど、まだちょっと1回目なんで、僕の気分次第ではまた顔とかが変わってくるかもしれません。こんな感じです。続きましてこちらです。じゃじゃん、チェキホルダーですね。このいつも出してるこれはチェキホルダーとは違って、いつもあと本みたいな感じでいっぱい入れれるやつなんですけど、これは1枚多分好きなメンバーとかを入れてって感じになると思います。
それは確かね、どこだっけな、どっかでお客さんが欲しいみたいな言ってて、僕あんまりオタク心みたいなのがわかんないんで、こんなの欲しいのかなとか思ってたんですけど、確かにちょっとやってみてもいいタイミングかなと思って作ってみました。で、これもこのクマさんですね、こいつを正面から見た感じにして、ラジカセを持ってますね、このクマさんが。ここがなんか何を持たせるかとか結構悩んで、やっぱりバンドだし音楽が流れそうなものがいいなってことでラジカセを持たせました。裏もこっちプリントがあって、裏にはこのクマちゃんがプリントされてる感じになってます。ちょっとね、せっかくなんで、これ今あっちにあった僕のチェキを1枚持ってきたんで入れてみます。チェキを入れるとね、こんな感じになります。なんかお客さんとかサイン会とかでよくこういうの持ってるなっていうイメージがあったんで、せっかくならゼロヘルツのグッズでそれをつけてもらえたらなと思ってこれを作りました。で、最後ですね、最後がもうちょっと手元にないんで画像を出してもらうんですけど、こちらです。エンバープロデュースのステッカーですね。今までね、ちょっとやったことがないようなものを毎回作りたいなっていうのは思ってて、メンバーが各々デザインを考えてプロデュースしたステッカーと、あとプラス一種、これはなんかシークレットというよりはなんかお楽しみでもう一個みたいな感じでくじ引きを楽しんでもらえたらと思って作りました。これね、僕見た感じだと龍河の狼みたいなのが僕は一番好みでした。皆さんぜひ買ってみてください。で、この動画を見てくれた人にこの抽選で1名様にもうこの一式も今ないシールも全部合わせてプレゼントしたいと思うんで、応募方法は概要欄の方に貼っとくんで確認してもらえたらと思います。そんな感じで、我々ゼロヘルツ、明日からツアーが始まるんで、もちろんね、新しい曲も新曲も多いんでそれも楽しみにしてもらいたいんですけど、やっぱりね、それとプラスでこういうグッズとかもこだわって作ったんで、それも一緒に楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ明日からよろしくお願いします。バイバイ。昔から夢もなく周りに合わせていた。